はい、こんにちは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェック、こちら行ってみましょう。ズーム社提供、ズーム G2YNU、G の7番ですね。ミッフィー DRV、こちら行ってみましょう。基本となるのはね、やはり Em-DC の循環コード。これがですね、単純ですけどかっこいいんですね。はい、ルートとか、これをね、割ときっちりとできるようになると、すごくね、バッキングとしていいんでね、いろんなイントロなんかにも使えるんで、いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。はい、そしてこれの発展系にあるのがね、オジオズボンバンドのミスタークローリーです。今は Em でしたけど、1個落として Dm ですね。こちら、ちょっとクラシカルなイメージのね、もともとランディはクラシックギタリスト出身なので、よろしいかと思います。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリや、あとは女性のシンガーのね、バックなんかで弾く場合によく出てくるギターソロで、こういうね、こういう感じのが出てくると思うんですよ。徐々にでいいんですがね、ゆっくりこれを少しずつ練習していきましょう。ファイナルカウントダウンのギターソロです。難しく感じるかもしれませんが、徐々に練習していけば必ず弾けるようになりますので、ご安心ください。そして、イングエマルムスティン、広島学部ですね。こちらはできるだけピッキングしてください。そして柔らかくピッキングしましょう。はい、行ってみましょう。大体これが一つの流れですね。はい、基本となるのはやはりルートとサンドの組み合わせの単純なリフ、これがまず、弾けるとですね、楽しくなります。はい、そしてギターソロはね、徐々にスケール練習の延長線上だと思ってください。いきなりピロ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 とは弾けないので、スケール練習ね、徐々に、今まで、
スケール練習をね、ドレミファソラシドのね、6弦から始めるのがすごく効果的なんですね。ここまでできるようになったら次に、もっと上昇します。これですと音の飽きるんで、ちょっとドラえもん式ですね。というふうにね、このように、まず、これができることを、大切に何度も何度も練習してください。そして次のステップとして、これがスムーズに弾けるようになると、大体のギターソロが弾けるようになってるもんです。はい、いきなりね、一足飛びに次に行ってしまうのではなくて、スケール練習を繰り返し繰り返し、弾いていくことで、だんだん指がね、その形を覚えていくんですね。非常に重要です。左手の練習というのもスクール練習は実は右手のピッキングの練習なんですね。あくまで柔らかくしなやかに、プル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 って力を込めたら絶対無理です。こう早く弾こうと思ったらプルルってね、プルルって柔らかくプルプルって、現在私はね、こちらのテロップがあります。横浜にございますシアミュージック、横浜校で、ギターの講師をさせていただいています。ありがとうございます。不安ずフリーダイヤルでお電話くださいませ。私はですね、おそらくなんですが、4月の中旬に若干のね、まだ空きがございますので、私をご指名していただいても結構ですし、他の講師もね、非常にレベルの高い講師が揃っておりますので、誰を選んでも損はさせませんよ。はい、そんなわけで、竹下敦がスタジオリバーサイドから、お送りいたしました。横浜シアミュージックでお会いいたしましょう。それではまたお会いいたしましょう。See you next time.